札幌からはまずパリック鈴木武蔵で今確認を期待ですよね、はい、ですね。今ダブルタッチですよ。残しましたがワンタッチかなり鈴木武蔵が打ったが縦に入れてきます。アンデルソン・ロペスのところ、アンデルソン・ロペスのところです。あっました札幌です。宮澤ペナルティック右サイド鈴木武蔵が走り出しました。鈴木武蔵どうか前が空いている右足松原が中央に行くが奪ったのがチャナティップ。体が強いアンデルソン・ロペス。今度はマウリッシュディフェンスに回ってチャンス。そのまま鈴木かわしてマイナス。それでもパスがチャンス先の恐る寄せが早い。チャナティップもらうルッツ・フェルナンデスに出る。今からチャナティップアンデルソン・ロペスを狙ってもトラップした右足球だ。ここ中に入れました。このサイド近いので、はい、非常にこう低いだけになってますね。さあ菅が行く中央には鈴木武蔵だ。チャナティ中に入れてふわりと浮かんどる分割からアンデルソン・ロペスということもあります。あーいいボール入った。チャナティ戻ります。自分で仕掛ける。そしてパスを出す早坂シンプルに前森からはいろんな球種が出てきます。チャナティップから鈴木武蔵入れた。どちらが攻めるか札幌チャナティップ。さあ 裏への抜け出し。ここは手数をかけずに進んできましたチャナティップ。手を挙げて読んでいるルーカス・フェルナンデス。取りましたよアンデルソン・ロペスからチャナティップ。ルーカス・チャナティップへ鈴木武蔵が呼ぶ左足巻いてきたチャナティップ。前に走り出すのがアンデルソン・ロペス。つながる、はい、アラのワンタッチでチャナティップへ逆サイドルーカス上がってきている。そのルーカスを一家マリノス戦から先発で起用されている吉本和則です。小屋が2対0リードをしています。札幌も2点差をひっくり返すほど攻撃力があります。右サイドルーカス・フェルナンデス追いつけるか。追い越して左はタイム上がっています。ワンタッチ入れました。チャナティップがサイドを変える。ここに振動だ。ルーカス・フェルナンデス前からチャナティップのボールを鈴木武蔵トラップできた。シュート回っています。チャナティップがまたも右に振る。このボールはやるか。ダクレを中にチャンスだと飛び込んで鈴木チャナティップです。サイドを変える。これが札幌の攻撃。チャナティップはドリブルでサイドを変えてきます。チャナティップが追いつきそうだ。逆サイドから鈴木武蔵が上がってくる。勝負するか。左足決めた。サポート次第チャナティップ中に入っていく。そしてワイドを使ったコントロール右足ポストドンゴール。さあシュートレンジシュートゲット。鈴木今日2点目。ボールを保持するということだけにまとめてはいけないですね。チャナティップからアンデルソン・ロペス決まった。今シーズンこのドリブルだけで大歓声札幌ボールのチャナティップ。チャナティップ来るか。アンデルソン・ロペス7分変わって後半途中から2人入っています。さあこのチーム力チャナティップからジェイン渡ってジェイン